はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。トルネコ大冒険不思議のダンジョンスーパーファミコン版始めていきたいと思います。ツイッチで配信を行っております。前回なかなか簡単に死んでしまって先へ不思議のダンジョン先へ進めませんでしたが、どこまで頑張れるかやってみたいと思います。ツイッチ、ぜひライブ視聴アカウントのフォロー、チャットコメントをお願いいたします。ツイッチライブウォッチアンドアカウントフォローアンドチャットコメントプリーズ。そして、アーカイブは2日後、7月6日の21時に YouTube に上げます。ぜひ、YouTube でもご覧ください。YouTube のチャンネルは、スイッチのチャット欄にチャンネルアドレス記載してます。ぜひアクセスしていただきまして、チャンネル登録、高評価お願いいたします。This Game Archive YouTube アップ 2Days After YouTube アカウント Visit and Channel Subscribe and Good Button Please。 Twitter もやっております。 YouTubeこちらもツイッチのチャット欄にリンク記載してますので、ぜひアクセスお願いします。
アカウントをフォローもお願いいたします。ツイッター、アクセス&アカウントフォロープリーズ。さあ行きましょう。あ、もう弁当持ったんだ。弁当、大きなパンを一つ持つことができます。何も落ちていない。矢を装備していない。危なかった。あ、一瞬で瞬殺された。ドラッキーは恐れます。オナメクジあんまりダメージが大きくない。お、棍棒ですね。力は1。まあないよりはマシだけどっていうレベル。気をつかれた。お、パンダ。やった、大きいパンダ。これは大事にしましょう。ほい。レベルアップです。刃の盾は便利です。2か、刃の盾。あ、なんかある。鱗の盾。メッキはないんだよな。メッキはいらないんだよな。
カノタテヨン一応メッキはされるんだ。そうなんだ、カノタテはメッキされませんじゃないんだな。あ、やばい。足踏みどこだったっけ。これか、 AB で足踏みですね。あ、下に、そういうことか。でもね、アイテムがな、鱗の盾投げてもしゃあないしな。あ、リエミトの、リエミト？リエミトってあれ戻れるやつだっけ。もしダメな時は脱出しましょう。囲まれた、挟まれた。レミーラか。あ、草が。フーラソーはワープする草ですね。レベルアップ、力の種を装備、これは嬉しい。攻撃力それだけ上がるってことやしな。行き止まり、そうかけてもしゃあないしな。今まあちょっと魔法使いと戦うのは得策ではない。ああ、もう1レベル上がったな、魔法使いと戦ってもいいんだけど。先制攻撃できるっていうのはすごい大事。うわ、危ない危ない。ゴーストも一発で破れるな。まだだな。
は月の会に読みたい。火炎草か。しかし蚊の盾は錆びない。蚊の盾最強なんです。戻りましょう。当たる裏そうだ。いらないです。まあ武器として使うのはありかな。3回目。分かった分かった。ここでやっぱり宣言した方がいいな。で地獄耳を宣言。ロコもいらんよな。本音としてはお金だ。おとぎりソースを飲む。かメッキって縦にメッキなんだよな。三日神って錆びなかったよな。いらないです。このアイテムの迷いも、あ、お化けだ。どうしよう。火炎草という手もあるな。そう今使ってました。70はでかいが、やばい、お化けキノコだ。
っと出口はあそこか。逃げましょう。巻くことってできないのかな。レベル3のままで来てしまいましたね。あ、キーパッドだ。ノーマルカーの盾。なんでしょうね。窓がしそう。ぽいね。窓開きそうじゃないわ。怯えそう。なんだっけ。やりました。今26か。何の敵だ。絶対もうやろう。下に隠れてた。幸せ？なんだこれ。初めて見る。いやいやいや、置いてどうすんな。あ。え？ああ。後の方がいいみたいですね。ここでレベルアップする。あ、寝た。まあでも簡単には死なんだろう。やだ。この矢はすごい、あの、力強い意味がある。危ないな。これでお化けキノコだった時が怖いな。
またひ、あ、さっきの杖だ。ドラキーでした。今 21% 装備し直さないといけないな、つらい。そう、目薬、そうルーラー、そうか。ああ、くそ。こういう時やっぱり便利ですね。ってことは、気をつけよう。さあ次の回、目薬草でも飲むのか。レミーラでも使っとく？まだ早いか。はあ。え、目薬草でこれが見える、この罠見えるんじゃなかったっけ？見えないの？メダパニだったんだ。メダパニってなんだっけ。一応開けろーってわけですね。キノコ、さすがにこれは銀の矢も手に入れた。インパスがあってメダパニが2つあるんだよな。戻ってきた。
さあ、7回です。あ、ワープさせるやつ、この記憶もすごい、なかなかのもんだな。危なかった。あ、やばい、早速回数を使わないと。危なかった、回数がなかったな、本当にやばかったな。わあ、グールだ。やばいやばい、お化けキノコだ。あ、力が落ちてしまった。インパスあるやん。枝っぱに四つ矢を一度置いとくか。で、インパスでエメラルド指輪を見る。カニになるんだよな、これ。欲しいよな。じゃあ何がいらないのか。モンスターハウスといえばイエの巻物だよな。イオはまだ16だから、あ、おとぎそう、そうだ。10% か今。潰しそうでも投げたね。
本当にこれが困るんですよね。簡単に死なないからな。7%か。やばい、モンスターハウスだ、ほとんど。え？あ、バイキルトやん。今武器ってなんだ？コンボか。ここでいいのかっていうのはありますね。お前ら。装備するだけワンターン使うんだった。あ、やばい、危なかった。金、役には立たないか。まあ、このまま行こう。は？イオの巻、持っててよかった、イオの巻物。ちなみにこうなってます。インパスは持ってないんだよな。ルーラソーです。こういう時はパニの線がまだ残ってんだ。これ矢が切れた。
やばいなこれ。ルーラーで自分が飛ぶことできるんか。お、まあ最悪の場合するまでっていうのはポイントだな。時そうか。はい、すごいな、パン食べてないのに。なんだ。悲しい。矢はない。かん、メタパイの杖でも使っとこう。あ、リミット使えばよかった。死ぬ。危なかった。死な、よく死ななかったな。足踏み。あく。危ねえな。レベルは上がった。しかし厳しいな。
正直モンスターハウスはあんまり欲張らん方がいいかもね。武器が欲しい。お、早くも力の種。トギリソウ続いて。最大ヒットポイントがあれば、あの足踏みした時を回復も度合いが上がりますからね。来たインパス。しかし、それに対応する武器がまだない。転がる先の杖、なんだこれ。持ってると転がなくなるぞ。それだけか。まあ、結構転ぶと物を落としちゃいますからね。それがなくなるというメリットはある。要素もありますからね。レベルアップ。あ、3階です。指輪。この指輪に使いたい。ゴちゃん、レベルアップ。まずは使
からって言ってもはその対応するあれを持ってない。インパスはないんだよな。あ、インパスがある。しかしインパスはいらんわ。とりあえずこれを装備、ヒスピ、毒矢の場合もありますからね、気をつけないと。からはあれですからね。悪質だよな。そうや、あの盾装備してないからね。三が効かない。あ、行き止まりだった。4か。何手に入れた？メッキか。メッキは違うよな。あ、コンボも使えるんだ。でももう用はないから下に下がりましょう。じゃダメだな。まだ手に入れてないんだよな、盾を。赤の盾がベストだよな。レベルアップ。それっぽい。大きなパンは一つだけ持ってはいるんだよな。あとはあれか、
あーくそ、気がついたか。気がつかれてしまった。危ねえ。鉄ネアを装備。行き止まり。まだ防具を持ってないのが気になるな。いらんよな。翡翠画と銅剣は矢代わり使おう。正規だ。モンスターハウスに便利。一個は持っときたい。あ、やった。しかも川の盾だ。2ですね。悪くない。スカラ。メッキいらんよな。メッキいらんよな。だって結局川の盾でやりきるつもりだからな。木の矢。木の矢2本ですね。レベルアップ。さあ聞く。こっち装備して状況によって木の矢を打つような動きをしよう。まあないな。多分来ないだろうから、ここは下へ。あ、お化けだ。シャバクは呪いを解くやつだ。いるんかな。
鋼鉄メッキを装備して、さあメッキで今はバトル中か。竹の杖、何者かがわからない。まだあ、やばい。ミスった。うわあ、3本落ちちゃったよ、力が。あ、いらないや、竹の杖とかな。精度はいらん。やらかした。3も力が落ちちゃいましたからね。竹の杖を振る。鈴木を杖だ。変装、窓足装、メガ。今持ってるのは鋼鉄を盾か。あ、でも蚊の盾に戻そう。11か。なんだろう、盾ばっかり。あ、三鏡やん。鋼鉄よりいい。三鏡に乗り換えていく。で、メッキいらんけどな。関係ないけどな。一応装備はされるんだ。しかし何のために。あ、お化けキノコ。インパス。指輪ですね。やった、力の指輪だ。これは当然装備です。かない。メッキはもういらん。
回数は見たいな。5回か。どっけしそう。どっけしそうってなんだっけ。水槽が多い。56%。これパン持ってないですからね。早くパンが欲しいが。ないんで投げる。あれ？鉄ゲーが3つか。千里眼を使う。パンダ、これは嬉しい。助かりました。あ、行き止まりだ。縦に変えよう。決めなか。あ、パンがある。ビールをビールを。よし、腐ったパンだ。あ、捕らえた。した。あ、やばい。さすがにこれはやばい。火炎草使わないと死ぬ。
捕らえた。行けるとこがない。じゃあもう行こう。今日か。攻撃するまでって言ってるから、頭までってことだよな。行き止まりか。行くぞ。周りを巻き込んでしまった。飛ばされた。どこ。あ、あっという間に地下10階。今パンと腐ったパンがありますね。あとやっぱりここぞっていう時はイカ捨てを杖使った方がいい。どんどん強化されます。いい流れ。この回はいらんよな。いらんけどいっぱいいっぱいだよな。あ、ダメなんだ。敵
きがいる時でないと働かない。見よ、あの盾を力を。どうしよう、結構ダメージ与えるか気をつけないとな。ケキノコか。ケキノコに対して何をやりたいのか。でも盗むやつか。また腐ったば。怯えてる。Thank you.
ちょっと1個置こう。あ、インパスだ、インパスでもインパスがないんだよな、使えるのは。置こう。うわ、毒矢、嘘。嘘だろ。わ、正規盗まれた。13% か。あー、張り付いてるからダメなんだ。ルーラスは結構いるからな。力つけてきたな。パン、ここで腐ったパンを食べる。何パーセント ?99% だ。まだ食べない。シャナクだな。
まだ 98%。 96%。 ここで、毒消し草を飲む。これで100満腹度も上がる。あとは血が腐ったパンだよな。でも腐ったパン別にいらんしな。冒険いらんわ。鬼面同士でした。行き止まりか。わっ、やばい、大きいパンを盗まれてしまった。これ絶対怪しいけど、これまともに勝負しない方がいい。あ、違う。ついに右翼石像との初対決。やばい、立ち上がる裏層で飛ぶバンカー。どうすりゃいいんだ。助かった。危ねえ。嘘でしょ。どうすりゃいいんだ。ワープするものはないんで。取られたパンを取り返さないといけない、大きなパンを。
正解だしな。とにかく見つけないといけないのがあいつだ。なんでこう運が悪いんだ。あいつ早く倒さないと。使おう。どこにいるんだあいつ。あー、くそ。ないのか。あー、なんかやばいな。どこにいるんだあいつ。おまけに爆弾岩や。ストップしたらもう
ようやく大きいパンを見つけてコインを取り返した。結構失ったものは多い。そして大きいパンを食べる。ああもういい。なんだ？イカガメの盾か。よし、パンダ。で、ミカガミの盾のままスカラーの巻物を読んで強化しとこう。今度はちゃんと使わないとな、リミットは。アイテムあるんだよな、こういう通路でも実は。泊まり？それとも部屋がある？あった。行き止まりかな？行き止まりだ。15階。装備戦闘態勢。なんか外れまくってるんだが、運悪すぎないかこれ。
167。は？聖域は持ってないよね。リレミター持ってる。誰？インパスって持ってる？インパス2つあるんだ。まあでも、あった、銀の指輪だ。そうか。ミイラ今頃使ってもしゃあないしな。
93%か。あら、落とされた。そしていきなりのモンスターハウス、嘘でしょ。どうしよう。もう仕方ないな。助かりました。初の生還ですね。鉄の金庫も手に入れたんだが、なんで鉄の金庫を。気のせいでしょ。あ、悪口や。その成果。そういうことが。しまった、フルになってなかった。ヒットポイントが。
付録はメッキしないとダメだったはず。持ってない、まだ。29%だ。何の杖なんだろう。使ってみるか。でも一回進んだからな。なんだろう。
9%。すごいことなってる。すごいな、今のすごかったな。あ、まだ1体残ってたんだ。
どんどんレベルが上がっていくな。パンダが いたらなあったらないいんだけど、鏡だ。もういらないんだよな、これ鱗は。どこだ？もういらんわ。ようやく大和の指輪の鑑定ができる。はい、装備。普通のパンなかったっけ？ないか。また杖だ。松を杖だ。試したけど、なんか怯えてるのか、ボミオスなのかもしれん。あー、ボミオスかもね。
カフェラーズの指輪だったら最高なんだけどな。パンがあってドッキッソがあってだから、罠まで見えるようになってるのか。ドラゴンシールドだ。でしこれはメッキをしないと効果がないぞ。よしよしよし。千里眼の方、千里眼だよな。
ね。いいよいいよ。あーでもあんまり良くないよ。はあ、何こいつ。おとぎ草1個は、温存しとこう、これからは。これ、武器持ってない？ぽいな。必須はあるんだよな、ただ。しなくはいらん。危な。まあ、でも一発で倒せるようになったからな。まあ、怖いのは外した場合だよな。あれ、前、アイテムハウスじゃないの？OK、イオだ。アイテムハウスにも入ってみるか。ワープしたらチャチャッチャチャッチャチャッになるからな、怖いな。あぶねえ。どんどん。サマユ鎧前倒した。
鏡を立てパワー。サッタパンは？あ、そうや、奪われたんだ。毒消しそうがあるんだよな。インパス持ってたっけ？インパスないのか。その輪でよかった。いやー、インパスはない。とぎりそう思って持ってるよな。層が2つあるんだよな、今。インパスがないのは辛いな。太陽だ。弱い。you
大きいパンが今2つか。もうないよな。あ、残念、動く石像はちゃんと機能していました。水槽が一つしかないからな。まあ大きいパンが2つあるんで、よしと。あ、やばい。
インパス来たけど、インパスの対象がない。とかないの？そのパンはないんだな、今。あ、はぐれメタルを盾？あ、すごいことなった。じゃあ、さよなら三上歩みを盾&ドラゴンシールドや。まあ、もっとも腐るからな。とりあえず三上歩みを盾を投げてみよう。ってことはもう止まった。盾か、カノ盾はいるな。あ、腐ったパンが2つあるんだよな。
ああ、毒や。嘘でしょ。そうだ、あ、毒消しの使ってなかったんだ。ラッキー。トギーソがもうないんだよな。おリーミト。はあ？どこにいるんだったっけ。逃げよう。
は？まあルーラソーの方がいい。倒した、すごいな。どうするかだよな。は？何これ？気が疲れたか。しかしもう逃げるしかない。18回。ここで金縛りを。あいつは動くのか。
食らいました。甘くはなかった。はい、ということで、リプレイもできますね。はい、はい、ということで、3時間近くやってきましたが、ここまでとさせてください。よしければチャンネル登録高評価、Twitch のアカウントフォロー、ライブ視聴、チャットコメントお願いいたします。プリーズツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは YouTube にあげます。 YouTube の URL はツイッチのチャットに記載してますので、ぜひアクセスお願いします。チャンネル登録高評価もお願いいたします。ディスライブアーカイブ YouTube アップ、 YouTube URL アドレス、チャットコメント、YouTube ライブウォッチ&チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ツイッターもやっております。こちらもツイッチのチャット欄に記載してます。ぜひアクセスの上、アカウントフォローお願いいたします。ツイッタープリーズマイアカウントアクセス&アカウントフォロープリーズ。トロエコ大冒険遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。